すげえ面白そう。あは確かに後期だけコンボになったらヒット数表示されてほしいっていうのは面白いですね。なるほどなるほど、確かに確かにと思いました。意外とあれですね、ちょっと待ってね、この対戦見ましょう。やっぱり鉄拳勢からしたらセービングなんてじーっと見ちゃいますもんね。そうですよね。ああかもしんない。え、なんかやばいぞこのコースケ。3時間の末覚醒しだしたぞこれ。なんかマスターしてきたぞ、はい、かなり動ける動きが登場しましたね、うん、ここはカウンターで女子が運んでいく。不利な状況、ここは中央シャドウ暴れていく。さあ今度は女子のターン、下段からこれで豪輝がレイジ状態。3段出して壁強、これは入るの、あーないよね、やばい悲しい今の。さあゲージが今 1.5 本ある、もうちょっとで2本溜まるのでこれを生かしていきたい。さあ全く打たないの、これは空振り。さあ女子が多いよね意外と。あ、いやそうですか、マジですか。そういやこの第5波は女子が結構さっきから出てくる、はい、ここはしっかりガードからの、さあターゲットここっぽい新技を使っていく。さあこれでレイジになった。大橋から置き攻めザンク、バックジャンプザンクアード、前ジャンプザンクアード、牽制シートだ。ここは女子がうまく視界掘って、これで1-2。やっぱ距離詰めてちょこちょこやられると辛いね。さあこの3時間の合計、ここで意地を見せることができるか、中央シャドウ。さあ一気処理、おっとこれは滅殺高勝利の形になっている。勝利で合わせて置き攻めをする。集団これは手を振っている。スクリューから運んでいく。あっと昇竜拳黒キル投げが通って、コンボで大ダメージで勝ったのはアンティ女子。あでもなんか豪気可能性見えましたね今の。そうですね、今までとは違う豪気っぽい動きっていうのをちょっと見せてもらえた。